第68回「二福ラエンジニアミートアップ」テクニカルライター兼フルスタックエンジニアの大沢文隆氏によるセッションインフラエンジニアのためのチャット g p t 入門終了後に行われたスライドを活用した QA セッション質疑応答の模様をご覧いただけますさてまず課金してからが本番という、まあ、コメントって言ったら。 おさ,さん実際のところ、無料版では、良さってまだちょっと分かんない感じですかいや、僕は無料版でも全然大丈夫だと思いますよ。うん。普通に使えると思いますけど、まあ、だどんなことにするかにもよりますけど、うん、僕だ、だから、うん、GPT3.5 結構好きだからそこ、そこにもよると思うんだけど、はい。えーはい 別にだ今見せた部分でほぼほぼ GPT3.5 ですので、はい、まあそういう意味だと全然課金しなくても使えるとは思うけれども、はい、まあ課金した方がいいかなと思いますね。いろいろ試せるって意味だとやっぱ課金した方がいいです。やっぱり、まあだから逆にお試し期間じゃないけど、何ヶ月か課金するぜって決めるとか、まあでも、 月々20ドルですもんね。月々20ドルですぐそれで嫌だったらやめちゃえるので、はい、ま,あまず、とりあえず無料で始めて、ちょっとなんかやりたければ課金して、はい、まあ合わなかったらやめればっていう気は正直します。そうですね、はい、はい、うまく、ちょっと今日のお話聞いてて、僕はあの始める前にほら触ったことないって話したじゃないですか、はいね、ちょっとなんか面白そうだなって思いましたもん、見てて。お、は、も、いうん、面白そうっていうか、役立つと思いますよ。うん 楽になると思うう使、ん、あと、うんあの、その使い方、だから何かを検索ツールとして使うみたいなので、うん、正しくないじゃんみたいな話がちょっと初期のころ多かったと思うんですけど、そうですその大沢さんのなんていうか検証可能なものを近く、うん、明確にオーダーするってことですよね。こういうのを作ってっていう。 だから聞いたり検索したりすると使えないじゃんっていうツールにはなると思いますねうん正直うんうん。いうところがやっぱり肝なんだろうなという感じでしたね。で <laughs> ただあの根気が必要とか妙に人間臭いってコメント。だからそこういうこの辺がね本当に人間臭くてあの正直うさん臭いと思う理由だと思うんですけど <laughs>、はいはい、でももうそういうものだって思うしかないですよね。 あしかもなな、まああの、さっきできたことが今できないとかって、平気でやるので、そこも、ねはい、含めてお付き合いする、エレームみたいな感じになりますね。うん、だから、そこのところであの、ちゃんとできないからだめみたいに判断しちゃう人は、うまく使えないだろうなっていう気もしますよね。そうですね。あの先ほど今、あの井本さんのお話ありましたように、あの複数組み合わせるとか、ね、はい、そういう話もありますよね。そうですね。はい、わかりました。 あとちょっとテクニカルな。えっと、AWS クラウドフォーメーションの例を出されてましたけど、それ以外でもできるのって、はい、テラフォームでキーワードるテラフォームは確実にできます。僕、テラフォームはあんま詳しくないからやらなかっただけで、普通にできますはい、ね。あと、二 <laughs> 袋はっていう。二 <laughs> 袋 <laughs> はわかる。<laughs> ちょっとわかんないですよね。<laughs> ちょっとぜひぜひ試してください。にかるんでしょうかね。<laughs> で、これ、ATR あるからね、なんか、こう。 あとは、えっ、ー、と、大沢さんの話ってことで、重複性セグメントの確認等の IP アドレスのサイダーの計算とかではあんまり信じない方が良いのでしょうかう、えー、そうですね、信じない方がいいと思いますね。特にですね、うん、あのー、LMM、チャット GPT はあの、計算できないのはよく知られている話なので、えー、理解しているわけではないので、なんかそれっぽい値を それっぽく並べてるだけなので、特に計算とか怪しいですね。うん、あまあ、本当に逆に注意した方がいいかもしれないですね。そうですね。なんか過信は良くないですよね。うん、うん。だから、そういう部分では、やっぱり使う側の人間が、まあ、ある程度確実な情報を入力するとか、うん、なんかやっぱ確認をするとか、そういう判断力、あるいは構想力って言ったらいいですかね。なんかそれがまあ要求される部分なんでしょうね。 ちょっと楽なやつから。えっ、ー、と、履歴を残さない設定、無料版でもできるんですかということえっと、どうですか、ね、ちょっとごめんなさい。これ今、僕、回答を持ち合わせてないです。すみません。これ、そうですね。有料版になっちゃってるから。<laughs> 僕、僕有料版になっちゃってるから、ちょっとわかんない。<laughs> うん、ごめんなさい。まあ、逆にこれはあれですね。はい、えっと、履歴、あの、無料版サインアップして。はい。サインアップして、ちょっと確認するわかるんないです。えー、ちょっと今わかるんないです。ごめんなさい。ということですよね。はい。あと、えっ、ー、と、 API について触れてほしかったってことあはいいいはいはい、API は面白いと思いますね。API はあのチャット g p t ってプレイグラウンドっていう、まあ、ブラウザーから API 呼び出せるところがあるので、はい、そこから API 呼び出すといろいろできるとは思います。<laughs> はい <laughs> で、もう一つ、独自の LLD 構築はん、ちょっとそこはね、僕はあんまり詳しくないんですよね。これ多分井妹さんにもありますよね、うん、ご質問、まあ、ちょっとは後ほど行きましょうかね。うん、はい。じゃあ、とこれですね。サーバーでコマンドを押せる限あれなんだけど、テン、うん、トで使っても、うん、そういう使い方できるんですか、ね、それもあり,ありだと思います。はい、うん。で、そう、僕も思いました、このエラーログ分析とかってできるものなの、うん、あ、できると思いますよ。 うん、これはぜひいい、いい分野だと思います。まあ、ちょっと情報漏えいの心配はあるかもしれないけど、ちょっとそれは別として、できるかできないかっていえはできるし、うん、えっと得意な分野であると思いますねうん。あれですか、例えばこのログを読み込ませて、原因を推測させるとかできるんですか。 どうですかねできそうな気がする。ちょっとこれ、まあなんか AIOps 的な分野ですよね、うんうん、ここの部分って分、ね、そうですね。はい、だってす、少なくともプログラムのエラーをこう、まあ、僕やりますけど、こう入力して、どこにエラーがあるかみたいなことは、はい、えっと答えてくれますから、うん、そういう意味では、えー、エラーログの分析とも多分できると思うけど、あとはエラーログってむっちゃ量があると、その量次第っていうのはあるかもしれないですね。はい、ねただ一方であの、うん、対話式のチャット GPT ではないのかなって気もするんですよね。そうですね。うん。なんか、ここは、まあ、要、工夫婦の分野かもしれないですかね。ねうん、ねはい。調査さん宛ての,その質問はそんな感じですね。はい。あと、妹さん向けのところで、はい。妹さんのお話、AI サービスを作っている現場っぽいお話で非常に興味深いですということなんですけどあ、ありがとうございます。そうですね。 あので下ので下のお話の質問にもあの触れられればと思うんですけども、はい、あのそうですね、まず、ChatGPT の API を使ってやろうとするんだったら、あのハード構成はそんなにあの必要ないですけれども、うんうん、ほとんどの計算量を ChatGPT のサーバー自体が持ってくれちゃうんで。 はい、ノートパソコンとかのもっと軽量なラップ,プトップでも動くと思いますし、なんだったらあの、えーと、Google とかもしくは Azure の,あの無料枠の,あのインスタンスとかでも動けるので、気軽にちょっと開発とかをやってみたらいかがかなと思います。ただ、独自の、L、の独自 LLM の方、チャット g p t 使わないってなると、今度話が変わってきまして、ャ普通に例えばえ、今だと、 えっと、7B、70億パラメーターのモデルというものが主流になっているんですけど理由の一つは単純で、うんえっと、GPU のメモリの専用を占有するための必要な GPU の計算って概ねなんですけど、そのなんとか B って書いてある前の文体と数字かける2なんですね。例えば 7B だったら14ギガのメモリが必要だとされていて、環境とかやる処理によってちょっと若干変わるんですけど、大体そのくらいで収まります。うん、なので 16GB の GPU だとあの、ゲーミング PC のちょっと上位版買えば、だいたいそのくらいついてるので、なんで、個人開発で特に 7B っていうのが求められてるので、各社さんもそういうニーズに合わせて出してます。で先ほど私が使ったそのソーラーってやつとかだと 10.7B とかなんで、これでも 20GB とか超えてくるので、40えー、RTX の4090とかの一番最上位で 24GB が積んであるメモリーのやつで、ギリギリ動くか、うん、みたいな。 ものになってますとただしと、今お見せしたというように例えばさっきのだと 10B と 7B の動かしてるんで、あの両方合わせると34ギガ以上ないと動かないものを16ギガ以下のもので GPU で動かしてたっていうのを先ほどお見せしたんですが、そういったそういうレールを動かす、ローカルで動かすのにもかなりいろんな技術がいっぱいあるので、そういったところはまたちょっと別途、あの何かご興味がありましたらあのいた、ご連絡いただければお答えできるという感じですね。はい うんでもあれですね、もう、ハイエンドのグラボとかでもやろうと思えば、全然手元でいけるよっていう世界になって,て。できるものが増えてきたっていう感じですね。ねうん、なるほど。わかりました。はい、もう、あとは、あれですね、中古とかでもよければ、古い世代のテスラとか、あの辺のやつとかでもあそうです、ねはいいのかもしれないですね。 あのどちらかというと、処理速度というよりかはあのメモリー量が多なので、結構あの、P とか V の16ギガとか32ギガぐらいのやつが中古で結構、まあ、入手できるぐらいの値、ね、段で出てるので <laughs>。 ぜひ、そう,うそういうので。はい、もう 7B とかだと普通に動くので、ですね、いろいろと試していただけると面白いと思います、はい、遊べる金額になってきてるなという感じですね。はいあ、そういう意味では、なんていうか、えっと、インフラエンジニア的にはインフラを作るっていう方も、ちょっとあの自宅 LL <laughs> 自宅 AI 環 <laughs> 境構築入門とかやったら、鮫島さん、面白いかもしれないですね。<laughs> <laughs> そうですね、なんか,なんかそっちにいきそうな気がしますね、んなか一般のご家庭、うん、自宅で AI を動かすみたいな。趣味でやってるで、結構それやり始めてますよね、もう。あそうですね、うん、まあ昔からそういう計算量たくさんのやつは。ですね、えさんは自宅でも、例えばあの実は Mac アーキテクチャでも動かせる。 うよう自分ではしているので、はい、の MacBook の、えー、M2 が載ってる Pro32GB とかで、はいはい、先ほどのやつプラス1つぐらい、なんで3つぐらいの LLM 同時で強調で動かすみたいなのは、自宅でもやれてます,です、ね、でそのあたりを構築して、あとはまあ、どの程度使うどういう使い方がいいのかとか、なんかその辺も含めてまた知りたいです、ね あのこ多分時間的に全然オーバーしちゃうんで話すんですけど、そういうところにラグっていう、はい、あのリトリバルエージェントシステムっていうものがあって、要は、えっと、社内ドキュメントを、よって大体どこの、チャット GPT もそうですけど、事前学習されてないんで、社内のこと答えられないじゃないですか。はい、それを、えっと、特殊なベクター DB と言われている、LLM が読める形に形式にして、はい 格納できるデータベースの中にドキュメントを格変換格納してそれを参照させながらこっちのユーザーの質問に答えさせる例えばあの過去の会議議事録を全部要約してとかもしくはあ過去のお客様対応の中から今来ているお客様の対応に対して一番適切な返答文章を3つ作ってみたいなのを やるためには、そういうローカルの LLM とか、もしくはチャット g p t 使ってもいいんですけど、はい、あの途中でベクターデータ化されてるとはいえ、社内文章がこうインターネットにらしてチャット g p t のサーバーまで行っちゃうとどうかっていうのもあったりとかするんで、そういったでも使い方とかもすでに各社、もう研究とかはされてるかなと思いますので、まあ、でも個人でもなんか、あの自分のそういうなんか受けた仕事のやつをあの手伝わせるための、ちょっとした小人を作りたいとかっていうときは。 自宅でラグシステムをちょっと構築とかニーズあるかもしれないですね。<laughs> 先ほど大沢さんのプレゼンにも、なんかお詫びメールを書くとかありましたよね。<laughs> あれもちょっと面白かったですね。代筆、はい、<laughs> してくれるっていうのもありましたし、うん結構なんていうかあの、レポート的なものをあの毎回こう。 出すあの結構言われるじゃないですかインフラエンジニアやってるとインフラのことを分かんない人に分かるようにレポート出せみたいなことを言われることが多いのでそういうのを代頭してくれたらめっちゃ楽ですよね今来てなんか来てるんですけどえっと M 2だったら iPad iPad Pro で動くんですかって来てるんですがあのやろうと思えば動きますねうん非常にいろいろとこうなんですかねいろんな技術を詰め込んで <laughs> やんなきゃいけないので一概作れる人って本当 いるのって言われると、国内で多分国内の会社に発注しても、多分うちぐらいじゃないと受けられないなみたいな <laughs> 感じになっちゃうんですけど、<laughs> 動きますあの。個人では実際に iPad プロであの1 1 b とかちっちゃい、もしくは 3bit もっとちっちゃいやつがあるので、はい、それはもう動きました、うんうんまあ、実際、今後、スマホ上で簡単なものを動かしたり、あとまあ推論エンジンの方だけを動かすとか、もう本当に現実的になってきているので。 そのあたり動向とかも、ね、あの見ていく必要はあるでしょうね個人的にはちょっとあの今回地震とかがあったのでそういうあのネットワークが断絶されてしまった状態のところで事前に学習させてる地域の避難所とかの経路とかを示してくれとかっていう時に会話形式で音声入力で LLM と話すときに。はい あのそういうやっぱりスマートフォン上で動く軽量なものって求められるのかなと思っているので,、うん、で、今後も軽量化の波はずっと来るでしょうから、そういったところは継続研究はしていきたいなとは考えています、ねまあ、ある程度、なんていうか、うん、その用途を絞り込んでいくことによって、できるようなものっていうのも増えてくると思いますよね。はい、はい ちょっときりがないんで、この辺で。<laughs> はい、それでは、えー、いい感じのお話を聞きできたので、ぜひ。これを、あの、きっかけにですね。ぜひ、皆さん、えー、A. I. ですね、活用を。いろいろ試行錯誤してみていただければなと、僕も、今日、はすごくインスパイアされました。はい。それでは、ええー、大沢さん、えー、そして、妹さん、あり,ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が、面白いと思った方は。 ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします X の公式アカウントもフォローしてくださいね